こんにちは。文芸学部英文学科の水沢由美子と申します。今日は英文学科について興味を持ってくださりありがとうございます。それでは英文学科の特色について説明させていただきます。英文学科と聞くと難しい文学作品を読むと思っていませんか？成城大学文芸学部英文学科ではアメリカ、イギリスの文学作品を主として学ぶ英語文学の他にも、英語圏の文化を学ぶ英語文化、英語という言語そのものを学ぶ英語学という3つの角度から勉強します。英文学科に入学すると英語文学、英語文化、英語学が身につくようなカリキュラムが組まれています。1年生で入学すると必ず受講することになる基礎ゼミナールで英語文学、英語文化、英語学を学びますので、入学前にどの分野に行こうと決める必要はありません。ゆっくり自分に合った分野を探してください。さらに英語コミュニケーションを学ぶこともできます。このように1年次、2年次、3年次、4年次と履修する科目が大まかに決まっています。2年次からは1年次に基礎ゼミナールで学んだ3つの分野から自分の興味ある分野の専門知識を深めることができます。3年生になると自分の興味に合わせてゼミを選ぶことになります。3年生で選んだゼミナールに4年生も引き続き所属し、卒業論文を制作することになります。ゼミナールの特徴は多くても10名ほどなので、指導が行き届く点を挙げることができます。こちらが卒業論文のこれまでに提出されたタイトルの一例です。文学といっても身近な不思議な国のアリスやチャーリーとチョコレート工場など親しみやすい作品を卒業論文の題材に選ぶことができます。その他の特徴としては、年2回7月と12月にTOEICを受験することになります。3年生までに計6回受験することになりますので、英語力の成長を測定できます。他にも英語劇の鑑賞や招待講師による英語講演などが行われます。英文学科で取得可能な資格としては、中学校教諭一種英語、高等学校教諭一種英語、学芸員などの資格を取ることができます。それでは英文学科の独自の制度を見ていきましょう。英文学科独自の制度としては、高校生を対象として科目等履修生制度を挙げることができます。高校3年生で大学生と一緒に科目を履修します。そちらで単位が認定されると単位認定入試制度というものがあります。科目等履修生として履修した単位を認定されることで入試に役立つことができます。在学生対象としては早期卒業制度が挙げられます。3年間で卒業する制度です。科目等履修生制度というものは、大学院の授業を履修することで大学院で何を学ぶかということを勉強することができます。文学研究科内部推薦入試制度では、成績優秀者は書類選考と面接試験だけで大学院に進学することも可能です。英文学科の入試制度を見ていきましょう。特徴ある英文学科の入試制度としては、総合型選抜旧 AO 入試というものが挙げられます。こちらは一次試験が書類審査、二次試験が面接試験となっています。海外で学ぶ機会も豊富にあります。海外で学ぶ機会は4つの制度を挙げることができます。交換留学制度、認定留学制度、こちらは約1年間です。短期語学研修制度は約1ヶ月、インターンシップ制度は約2週間から3週間です。交換留学制度では、世界の大学ランキングで上位に入るトップレベルの大学と協定を結んでいます。認定留学制度では、皆さんが独自に選んだ大学、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、どちらでも構いません。
そちらの単位を認定する制度です。短期語学研修制度では、春夏の休暇を利用した海外研修制度です。一例を挙げると、アメリカ、オーストラリア、カナダ、アイルランドでの各大学を挙げることができます。海外インターンシップ制度では、マレーシアで短期海外研修というものを行っています。キャリアサポートと卒業後の進路について見ていきましょう。卒業をすると、教員や公務員、運輸、卸売、小売業、製造、不動産、通信、エネルギーなど多くの分野で卒業生は活躍しています。以上で英文学科の説明を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。